こんにちは、リダクの吉本です。最近のニューヨークの治安はどうですか？というご質問にお答えします。2020年3月のロックダウン以降、あらゆる商業施設が閉鎖し、ニューヨークの街から人気が消え、一時期はまるでゴーストタウンのようになりました。それにより治安も悪化し、暴力犯罪が一時期急増、アジア人に対するヘイトクライムも多発し、大きな問題となりました。しかし、ワクチンの普及によって、今では多くのオフィスをはじめ、レストランやブロードウェイの劇場が再開し、街に活気が戻ってくるとともに、治安も以前のような平時の状態に戻っています。治安の状態を確認するのに便利なツールがありますので、ご紹介いたします。ニューヨーククライムマップといって、ニューヨーク市が公開しているエリア別、犯罪別に発生件数がわかるウェブサイトです。こちらのサイトにアクセスしますと、このようにニューヨーク市の地図が表示されます。色が濃くなるほど人口に対する犯罪発生率が高いことを示しています。さらに詳しく知りたい場合は、右側のメニューで地図の種類を変えたり、犯罪の種類を変えることで掘り下げてみることができます。ニューヨークの治安はかなり良くなったとはいえ、日本の水準には及びません。安全な地域でお住まいを探すには、ぜひ弊社へご相談ください。ニューヨークのお部屋探しはリダックで。アメリカ赴任前ウェブオリエンテーション、好評開催中。リダグループ。